大谷翔平ドジャース、再放送なのに視聴率 8.7% で全番組トップを記録。 NHK 総合衆院選特集 4.4% 日本テレビ with ミュージック 5.2% テレビ朝日池上彰のニュースそうだったのか 7.6% TBS SMBC 日本シリーズ2024ソフトバンク対 DeNA 7.7% テレビ東京出川哲朗の充電させてもらえませんか 5.3% フジテレビ MLB ワールドシリーズ頂上決戦再放送 8.7% 再放送でフリーマンが満塁ホームラン打った20時53分の視聴率。ちなみに午前9時の生放送は視聴率 15% だった。 NHKBS とフジテレビに分散して 15% だからな。 BS の方がタイムラグ少なくて CM ないから BS 選ぶ人もかなり多い。こんなメジャー見られてんのかってないよな。月曜は CS に大敗北したのになんでやけか。 CS に比べて日本シリーズ低すぎやろ。視聴率、大谷の再放送、衆院選特集、そら報道番組も選挙より大谷やるよな。2回目やけどまだかんでも味するな。さすがだね、スポンサー様もゆっくりやな。大谷人気やべたちの国民的アイドルや。再放送って仕事で見られなかった初見もいるから空高いよ。やっぱ巨人が立ち上がらんと視聴率伸びないね。大谷それどころじゃないよ、大谷離脱で視聴率激減だろうな。ゴールデンタイムにわざわざ再放送するほど気合い入れてたフジテレビさん、大谷のことだから痛み止めを打ってでも強行出場するやろ。指揮官も空気読んで多少の無理を承知で送り出す際、今の大谷は気持ちばかり先走ってるから無駄な力が抜けて逆に怪我してる方が打撃の調子は良くなりそう。そんなことして怪我したら誰が責任取んの。アダッキューしたやつが強行出場しても打てるわけねえだろ。チーム連勝継続なら出さないだろ。敵地で連敗でもすれば使うかもしれんが、痛みなしプレーに全く影響なしと判断した場合かなでる可能性低いと思った方がいいかも。管理人のつぶやき、大谷さん方の脱臼が心配ですね。宮本慎也さんが自身の YouTube チャンネルで脱臼の経験を解説していましたが、もちろん程度にもよるらしいのですが、宮本さん自身はバットを振ることができなかったらしいです。そして宮本さん自身が監督なら8割でもプレーできるようであれば本人の意思を尊重するとおっしゃってました。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。